はい、アジです。今回はこちらの3199円で買えちゃう DJ ヘッドホンを紹介したいと思います。はい、今回はね、セット内容はこうなっております。一個ずつ紹介するよ。はい、こちらがね、本体になります。こうやってね、折りたたむことができます。はい、こうしてね、両方ともぐだんとこう回すこともできます。はい、そして嬉しいことに RL、しっかりと表示があります。はい、そしてここもね、長さ調整をすることができます。そしてね、ここね、柔らかそうでしょ？柔らかいんです、これね。はい、こんなにふにゃふにゃ、パフパフ。そして、ここの円なんだけども、お耳がすっぽり入ります。ここがね、味噌です。はい、そして裏側、これね、交換用のパッドがついてます。すごいでしょ？これプラス交換用がついてるので、長持ちできるってことだね。今までこんなヘッドホンなかったでしょ？はい、そして、パフパフ具合をね、ご覧ください。せーの。パフって感じでね、はい、めっちゃ柔らかい、すごいね。そして、付属のね、コードなんだけど、3.5 ミリのね、コードがついてるんだけども、これは2極ね、そして先端がこうくるくるってなってるので、はい、こっちの方は 3.5 の 3.5、こちらはね、こっちが4極になってるので、スマートフォンなどにつけるのに最適なコードになっています。はい、それじゃあね、こちらのスマートフォンなんだけど、ここで、通話をね、オンオフするボタンもついています。これがマイクになってるんだね。はい、そしてこちらの 6.35 ミリのジャックのね、変換プラグもついています。で、上のところを見るとね、しっかりとロゴが入っていて、かっちょいい。そして内側も、はい、痛くない。柔らかいね。そして、いくよ。このね、両側になんと 3.5 ミリの穴がある。これね、右出し、左出し、どちらも両対応ということになります。今、右につけてるけど、はい、左に差し替えることができました。状況に応じてね、使い分けることができるということになります。すごいでしょ？はい、そしてね、こちらの先端なんだけども、この2極の方ね、先端がスクリューになっているので、6.35 ミリをキュッとはめて使うこともできます。バッチリとね、オーディオ機器に対応しております。はい、そして接続もカチッとつくんでね、ゆるゆるっていうことはありません。はい、つけるとこんな感じ、いい感じでしょ。ここで全体的に耳が入るから、耳の圧迫感がないし、とても柔らかいし、で、角度もね、こう変えることができるので、バッチリフィットします。はい、こんな感じ、全体的にはこんな感じ、いかがでしょうか。で、モニターなんでね、こうやって聞くこともできます。素晴らしいね。音はね、高音も低音もしっかりと出ています。音はね、悪くありません。ああ、DJ だなって感じがします。はい、お求めください。3299円の 5% オフ、こちら。